スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送はダモンデ名古屋。さて金曜日にリレー形式で放送しておりますスモールサンゼミインターネットラジオ。今回はスモールサンゼミ名古屋がお送りいたします。スモールサンゼミ名古屋は毎月第3月曜日に名古屋駅前のウィンク愛知に名古屋近郊の経営者を集めて中小企業経営に必要なさまざまなテーマに沿った方々にお越しいただいて開催されている勉強会です。さて今回は隣接異業種と人活を実践されている株式会社三省堂さんのお話です。本日の出席メンバーは、司会の私アーボ株式会社杉村と株式会社プラス総で堀口と株式会社 BBS 長尾とスモールさん事務局の山口とブーストの関上と地域プロデューサーの山口と安藤不動産の安藤です。では一旦コマーシャルを。ペンギンさんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあパパ富士山。あったかいねパパ、うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。日本音訳研究所ダモンデ名古屋。さて今日は先日のゼミで自社紹介をしていただいたところとても好評を博した株式会社三省堂の水野俊治さんにお越しいただきました。それでは自己紹介からよろしくお願いします。はい、ただいまご紹介いただきました株式会社三省堂水野俊治と申します。4代目社長を務めています。まずはじめに社名の由来をご紹介します。昭和3年3月創業で漢数字の3と昭和の商と当時屋号にお堂の堂をつける商店が多くあり三省堂と命名したと聞いております。事業内容は看板広告事業、一般建築事業、不動産分譲事業の3つの柱です。看板広告事業は創業よりの事業で現在は東京大阪に営業所を置き営業窓口を行い本社工場一宮で製品製造をし高速道路に優れた中部地区より全国へ発送して全国260社の協力ネットワーク店にて施工アフターメントを展開してキャッチフレーズは全国統一価格で迅速な対応でご要命を賜り全国展開している流通業界をはじめロードサイドのクライアントで成長させていただいています。次に一般建築事業は愛知県を中心とした東海3県に特化し尾張地区と三河地区に12の展示場と8の営業所で対応させていただいています。戸建て住宅を中心に店舗付き住宅、オリジナル店舗住宅の製造販売をさせていただいています。不動産事業部においては尾張地区を中心に分譲住宅、分譲土地の販売をさせていただいています。今年で創業88年を過ぎようとしています。そこで2年前にスモールさんのに入会させていただきまして山口先生より事業継続を発展するには隣接異業種の開発が必要だと学びました。当社の歴史で改めて実感させていただき次になすべきかを日々勉強させていただいてます。その道すがらをご紹介させていただきます。昭和3年創業で初代菱川実代表により看板屋として始まりました。戦前戦後を迎え時代も大きな狭間の中で活動写真、映画の全盛期を迎え町の芸術家として称賛され大きく繁栄しましたが間もなく昭和33年には白黒テレビが開発により徐々に映画からテレビの文化へと進化を始めた頃初代50歳の若さで急死をし昭和36年より2代目菱川幹夫が事業を承継して、もともと建築を志していたこともあり、商店建築事業を開始し始めました。時代もまさに第一次産業の繊維産業も後進国へと移行を余儀なくされた頃、我が町一宮も業種転換に余儀なくされる会社が多く発生してまいりました。そこで一宮モーニングで知られる喫茶店への事業転換を推奨し、おおむね150点ほどの作品を作り出しました。50代以降の方ならご存知かと思いますが、松葉コーヒーグループチェーンをはじめ、あんかけスパの売りで、パスタの展開など FC 本部も始めました。進化していく途中で食生活の大切さを学び、パスタ事業を譲渡し、住宅建築に注力を始めた頃、時代も平成にを迎えようとしていました。ローコストビルダーの土壌で坪22万、デリシャス企画住宅をブランド化し、現在で30年を迎え、デザインと品質に磨きをかけ、現在では年間250棟の作品を作り出しています。総合100年を目指し、今何をさせていただくことが未来永劫必要とされる会社でいられるかを日々勉強させていただいております。きれい、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。宝工機はそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。ダモンデ名古屋。さて、ここからは人活の実践についてさらに三商堂の水野さんにお話しいただこうと思います。では最後に会社の理念をお話しさせていただいています。3つの健康を推奨しています。1つは経済の健康、2つ目に体の健康、3つ目に心の健康です。どれか1つでも欠けていても幸せ感は感じられません。3つが整って初めて我が人生悔いなしと実感したいものです。それを会社の年行事にも加えて実践しています。1つ目の経済の健康は、できる人はそれ以上に、できない人はそれなりに公平に評価し、成果配分を40年前より実施し、社長の年収を上回る社員を多く育てています。2つ目に体の健康、食育教育の実践で玄米自然食をはじめ有機無農薬品の中心に社員食堂を作り、ランチを体験していただき、食の大切さを学んでいただいています。年に一度健康診断を実施して、不健康な方を優先に毎年春に10人、夏に15人、年25人、10日間の伊豆の団地研修に引率して病気の対処法を学んでいただいています。3つ目に心の健康です。道徳教育を取り入れ、月に2回の全体会議にて勉強会を開催させていただき、数年に一度ずつ水波の社会教育センターに受講していただき、2泊3日の研修と伊勢道場へ五十鈴川の冷たい浸水に浸かり、身も心もみそぎ修行を行っていただいています。新入社員には親孝行の実践を初めての給料をいただいたタイミングで実践していただき、お互いに座敷で正座していただき、感謝の思いを伝えることが社会人の始まりだと教えています。以上、会社の理念であります。今後も続ける覚悟です。ではここで一度三商堂さんの CM をお送りしたいと思います。理想の我が家を建てるなら、三商堂、三商堂は素敵な家づくり。人と納得の家づくり三省堂だもんで名古屋。ここからは引き続き水野さんのお話をお聞きします。やっぱりその3つの健康というところでですね、ぜひ参考にいただきたいなと。で、一つはやっぱりその経済の健康は皆さん得られてると思うんですよ。どんどんそのやった分には皆さんやっぱりそういった成果配分というのでね、ただお金については皆さん得られるんですけど、問題はやっぱり体と心なんですよね。で、体を悪くしても結局最終的には、会社側よりも家族のいわゆる、ケアになってきますよね。それではやっぱりつまらん部分がありますし、で実は毎月仏骨社供養というのをやってまして、先輩がもうすでに18人ぐらいお亡くなりになられてましたね。で、私が入社してすぐ、当時営業で第一線でやられてた32歳の鈴木さんという方が、現場というかお客さんのところで急死されたんです。で、それはいかんだろうということで、何が原因があったかっていうと、やっぱり食生活、特に先輩はカツ丼が好きでして、てんやものばかり食べておられたんです。で、それでどうしても栄養が偏りまして、そういった形で休止ということになりましてね。で、それ以降やっぱり体の健康ということに注力されまして、で、伊豆の断食というか、伊豆のサナトリウムというのはね、当時、今石原クリニックって非常にテレビの露出度にも出てる先生なんですけど、石原由美さんっていう先生なんですが、そこを先代がちょっと2代目が頼りましたね。で、ちょうど30数年前にその、いわゆる断食というか人参ジュース断食というのを やってられてるところでして、で、10日間のプログラムの中で、7日間人参ジュースの断食で、あとは補食と、自然食で帰ってくるんですけど、そのサイクルでやられてるところなんですが、今も伊豆高原の中にありましたね、収容が現在総名で78名です。で、ほとんどもう1年前の予約が埋まってます。で、どんな方が使われてるかっていうと、私一番お会いしたのが石原都知事、あとは竹本健一さん、政治家はじめそういった方もお忍びでちょこっと来られて3日間ぐらいされてるんですね。やっぱり非常にそういった健康に重視されてるなというところだったんですけどね。そんなところなんです。で、決して断食というのは辛くはないんです。やっぱり、人間の自然の注力というのを体験していただいて、病気になった時の、いわゆる是正方法と軌道修正を覚えていただくということで、非常に人生にとってプラスになることかなと私自体は実感してるんですけど。なかなか断食行くぞと言っても手を挙げて「はい」って言ってくれる人はいません。ですから、健康診断で引っかかった人をはじめとして連れて返していただくんですけど、そこから、送り込むと。で、それで行っていただいてね。それと新入社員については入社 1,2 年のうちに1回は行っていただきます。で、やり方を覚えていただいて、自分の食生活と。最近実はアトピーの子も多くて、でアトピーの改善にも治るとは言いません。ただ改善方法の一つにはなりますんで、ぜひ体験してくださいということでやっていただいてます。で、あとは、心のケアについてはやはり昨今道徳教育ということはようやく再度ですね復活してきたんですけど、やはりもう一度ちょっと道徳ということ、思いやりということについて学ばせていただこうということで、社に取り上げさせていただいて、実は千葉の麗澤大学っていうのがそれ専門の学校でして、でそこが全国でそういったモラルジー道徳教育に対して非常に熱心にやられてます。その分校が水波にございまして、水波高校という形で、非常に全寮制で、そういった部分では学校の先生の子が多いんですけどね、来ておられるんですけど、そこに社会教育センターというところがありまして、で2泊3日で研修させていただきます。老若男女の先輩方と、いわゆる実講義以外でのディスカッションをさせていただくことが、非常に自分を今本当に冷静に見つめ直して、本当に何と申しますか、家族以外でのそういった部分の中の正直な話が聞けて、また自分を見直す機会になってるのかなということを期待してるんですが、帰ってきていただくと1週間は聞いてます。ただ下界に1週間触れるとまた戻っちゃうんですけど、そんなことを5年に一度はやっぱりリフレッシュさせていただこうという形でですね、生かしていただいています。その辺がちょっと他となくてですね、うちの特徴でもあるんですけれども、最近飲みニケーションすらやはり誘いづらい状況の中で、その中で今一つ飲みニケーションのさらにいろいろ考えましてね、この2年ぐらい前から、誕生日会というのを実施してます。で、誕生日会、毎月その該当の誕生日の方にいわゆる1泊2日でその誕生日の方と、旅館を取りましてね、やらせていただく形を取ってます。でパートさんも実は3分の2、60名ぐらいいましてね、パートさんはランチ会で同じく誕生日会ということで、普段食べれない今なんか料亭でやはり、ランチをお願いしまして、普通の生活ではね行けないところを体験させていただいて、毎年そういう形で、出席率をね上げさせていただいてます。そんな形でコミュニケーションを取りながら、社長が全ての社員と触れ合うということがやはり一番今欠けてることじゃないかなということで、それが先ほど言いましたいわゆる心のケアっていう部分なんでしょうかね。いろんな話が来ます。現場での愚痴も出ますし、要望事項が多いです。でそれをある意味で吸い上げるんです。で吸い上げて、できることは実践してあげるという形で持ってきまして、できないことは後日メモを書いて手紙を書いて、この件はちょっと申し訳なかったということで、応援させていただく形で、できるだけコミュニケーションを図るということを2年前からやってます。これ1対1ですか？いや、その誕生日該当者の方ですから、大体おおむね、10名ぐらいと私1人で誕生日だね。でパートさんの食事会はおおむね6名ぐらい、車1台ですね、ワゴン車1台で行くような感じです。でも大変じゃないですか？いや、そんなことないです。月に一度のことですし、それに集約させていただいてコミュニケーションを取らせていただくということであれば、そんなにあれですか？金曜日の夜とか。いや、実はやっぱり建築不動産というのは水曜日が定休日なんで、火曜の夜やらせていただくんで、比較的リーズナブルにいい旅館が取れたりできるんですね。それで土日じゃありませんので、土日をやる時もありますけど、パートさんの食事参加も一緒ですね。木曜日っていう日にしますから、比較的相談に乗っていただきやすいですね。無論時給は時給をつけていただいてさらしていただいてますので、そういう形でやはりこれも実はね囲い込みなんですよ。本音を言うとパートさんって今すごい貴重な存在で奪い合いなんですよ。今飲食で1200円とかつけてるじゃないですか。もうその中でやっぱりね、ある意味で既得なんですよ。で今後もますますそういう形の中で賃金上げろとかいう話になりますよね。でその時にやはり付加価値をいかに感じてもらえるかということで、いろいろと実践してます。すごいな。できるだけ継続していただきたいなという部分もありましたね。そうですよね、なんかやっぱり社員さんをすごく大事にしてらっしゃいますね。いや、守られるところは守られるもんですから、でやっぱり冷たいところはやっぱり社員さんもすぐ分かりますよ。でそういった部分の中でできるだけ正直にね、愛情を持ってやらせていただかなということで、これは僕がやったわけじゃなくて先代先々代からね受け継いできたことなんですけど、感激感動歓喜をね人に与えられるかがやっぱりお客さんにも好かれますし、社員さんにも好かれることだということね。さっきお話伺ってた中で、作品ってよく言われましたよね。要は今年は250件の新築住宅250件の作品をとかね、あるいはよくほとんどのね建築屋さん作品という表現はされないと思うんですよね。例えば今年の頭数いくついくつとか、そういうもう本当に数の一つでしかないっていうところだけど、作品って言われると一個一個が違うよっていうところもあるし、そうですね、まあ、原則は自由設計ですんで、お客さんの、まあ、ご要望のままにというベースになってますし、まあ、ある意味では作品グランプリっていうので関わった社員に対しても表彰します。それで年間通じて、作品グランプリ賞という形で、出してますんで、で皆がやっぱりその作品に対して、注力していただいて自分の作品だという意識を持ってますから、今回もまあ立派な作品が、作品という方はご無礼かもわかりませんけど、鍵の引き渡しがあるまでは業者のものですからね、鍵を引き始めさせていただいて初めてお施主さんにお渡しするという形ですから、まあセレモニーのあれをやってるんですけど、まあ、鍵を渡させていただくまでは我々の作品と思ってます。三商堂さんの、まあ、私の場合仕事上ねお付き合いが発生したりするので、でよそのメーカーさんとイラッとする営業マンって何人かいるわけですよ、どこでも。まあ、だけど三商堂さんの場合はそういう営業の人っていつでもあったことはない。いやいや、のほほんとしてまして集客しないんですよ。書いてあるのも書いてあるんですけど、うちのハウスメーカーさんと何が違うかって言ったら追客しないんです。だからお前のところで買ったと。逆発想みたいなんですかね。で売り込みというか、本当にまあ追客が下手くそなんですよ。でそういった部分でやっぱりそういう、部分が多いみたいですね。人がいいとかね、まあ、あいつがかわいそうだから買ってやったとかね。それがでも強みになってるんです。まあそのなんていうかで決してある意味ではね、本当にまあそういったところですかね。人がいいというか、まあ先ほど言ったその道徳教育がそこにつながってくるものですから、まあその人様を踏みにじってまでということはしませんので、基本的にはそういう形で指導してますんで。逆に悩みとか、まあ、たくさん出てくるかもしれないですけど、一つか二つかこのね今の中での悩みとかってあるんです。そうですね、やっぱり人材確保がやっぱり非常に困難でして、でまあいろいろ皆さんに伺ってまして、実はコマーシャルをこの4月から始めたっていうのも、半分はリクルート、半分以上はリクルートなんです。はい、で知名度を上げて、まあ、少しでもエントリーがあるようにさせていただこうということで、コマーシャルを始めました。実は本音はそれです。そんなに人ってやっぱり来ないものなんですね。やはりまあ地の利の問題もありますし、我々中小企業ブランドがないところに対してはあまり来ませんね。採用とかは社長が面接されて、こういうふうにいろいろ従業員に対しての思いを伝えて、従業員とコミュニケーションを取りながらそれぞれ採用を決めていくような感覚なんでしょうか。まあはっきり言っていいですか、もう就活する方もそんなね、私3回も会社に来てもらう必要ないなということで、もう1回で決めます。でも自分の成績証明書は学校で発行していただいて、でその他自分のスキル内容については文章書いていただいて、自分の思いも書いていただいて、であとまあ履歴書を持ってきてもらって、で会社説明を1時間総務で聞いていただいて、まあこういった概要があるもんですから、それを一通り説明していただいて、でその場でまあ次うちの会社のどこに魅力を持たれましたかというアンケートを15分で書いていただいて、で実はその場で面接します。で15分で、まあ採用するかしないかという判断を出させてもらいます。ただその場ではお答えしませんよ。ただもうこの子だなと思う子は内示しちゃいます。もし僕採用させていただいこの場で採用させていただくとしたら来てくれる、ぜひ興味持ちます。では採用します。その場で採用します。それでも内定証釈いただけませんので、わかります。それでも、ね、内定承諾が来ないんですよ。ただこれもね、やっぱり就活していただく側からの気持ちに立ってみると、やっぱり即答していただいたり、やはり1回で決めていただいたり、今までもう短時間でね、そんな今までは3回ぐらい踏んで最終選考とかね、大手さんがやられてるようなものまねしとったわけですよ。そんなことやっぱり中小企業でいかんだろうということで、もう即断即決です。で採用させて、採用内定承諾をもらうようにしてるんですけど、それでもね 50%。 そうですか。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105。 お香のことなら香木査定で検索。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。ダモンデ名古屋というわけで、皆さんゼミ名古屋の放送はいかがでしたか。隣接異業種っていうところのこう進み具合と、それから人活っていうところでは、想像のできるところと想像のできないところが実はありまして、で人活の方はですね、うちでも結構そういったことはやってるつもりだったんですが、ちょっと今火が消えてるなっていう部分がありまして、やっぱりもう物を燃やしてやんなきゃいけないなっていうふうに思いました。ありがとうございます。それから隣接異業種はこれこそ全く私も想像がついてないところなので、同じようにゼミで勉強して何か一つ探したいなと思います。株式会社クラスワード堀口です。本日はありがとうございました。本当に昭和3年からずっと経営されていらっしゃる会社さんの意見っていうのはすごく自社にもすごく勉強になるなっていうのが正直なところで、本当に時代時代ごとに業種を少しずつ変えていかれて、今の時代に合った姿をやってらっしゃるっていうのが非常にいいなというふうに思いました。また僕がすごく感じたのは、やっぱり人っていうところが社長さん自身が本当にこだわってらっしゃるというか、一人一人の本当に社員さんパートさんっていうのに目を向けてらっしゃるなっていうのが、いろんな言葉から感じることができたので、これは自社の社業にも生かしていきたいなと思いました。ありがとうございます。株式会社 BBS の長尾です。本日は水野社長から採用についてや従業員の大切さについてたくさん学びました。ここまで従業員を大事にされている会社があるんだなと思い、自分も目標にしていきたいなと思いました。本日はありがとうございました。ブーストの関上です。本日はありがとうございました。僕が特に思ったところは、長年の歴史からいいところをずっと残されていて、ただその時代時代に合わせた業種の変化に対応されているなというところを感じました。その中で一番特に印象に残ったのは3つの健康、経済、体、心。特に体と心っていうのはなかなか多くの企業がおろそかにしがちな部分かなとも感じましたので、個人的にもこれから接する方にもこの3つの健康についてお伝えしていきたいなと思いました。ありがとうございます。ぜひ断食にぜひお願いします。安藤不動産安藤です。私は水野さんと同じ地域で不動産業をやっているということで、三四郎堂さんともお仕事でお付き合いになることがよくあります。その中で今日はやっぱり作品と言葉何度か使われたということ。やっぱり建築屋さんというと棟数何棟なので一個一個が商品じゃなくてトータルで一山いくらのようなイメージを持ってる。そういう業者が多いっていう認識をしてましたけど、三四郎さんはそこが一つ一つ作品なんだと、一山いくらじゃないものを売ってるという、一生に一回の買い物を大切に売ってるなっていうのを本当に感じました。それともう一つ、やっぱり人のことですね。やっぱり先ほどの断食のこともありますし、新入社員の道徳教育もあるし、本当に人も大事にされてるなというふうに感じました。今日はありがとうございました。いえ、どうもすみません。はい、プロデューサーの山内でございますが、そうですね、本当に実はですね、この時間の中でもっとたくさんのことを本当はいただいています。時間外のところでね、それをやっぱり皆さん聞いていただくためには、ぜひゼミナウェイに参加いただいて、直接三省堂の湯野社長と触れていただくこと、これが一番皆さんのためになる、参考になります。ぜひ、この機会にですね、名古屋ゼミに参加ください。今日皆さんありがとうございました。どうもすみません、ありがとうございます。では皆さん、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。次回のゼミ名古屋でお会いしましょう。